キュアタブ QZ8 で基本操作をご説明します。電源キーは本体上部のボタンです。画面の点灯・消灯、長押しで再起動やスクリーンショットが撮れます。音量キーは本体背面上部の一体化したボタンです。音量の変更、マナーモードの設定ができます。マナーモードの設定方法は別動画でご覧いただけます。音量キー下部のカスタマイズキーは割り当てられたアプリを起動します。長押しで割り当てるアプリの設定ができます。続いてナビゲーションバーのご説明をします。戻るボタンは一つ前の画面に戻ります。タスクボタンは最近使用したアプリを表示します。×ボタンをタップするとアプリ履歴を一つずつ消せます。すべて消去のアイコンをタップするとアプリ履歴をすべて消去できます。アプリ履歴をこまめに消去することで電池の消耗を抑えることができます。特定のアプリ起動中、タスクボタンを長押しすると2画面操作できます。再度タスクボタンを長押しして1画面操作に戻れます。ホームボタンはホーム画面を表示します。外部接続端子は本体下部にあります。充電器は USB Type-C をご利用ください。イヤホンマイク端子は本体上部にあります。約1300万画素インカメラと、手が濡れていても操作できるタッチパネルのキュアタブ QZ8 をぜひお楽しみください。